吉田さん、行動したことは資産になる。やり込んでいくことって20時間ライブもそうですけども結構きついですよねで骨がきしむような筋肉が本当に悲鳴を上げるようなそんな20時間だったと思いますけどももちろん20時間やる前はすごく不安でね20時間終わった後は達成感があってそういうふうな体を痛めるからこそすごく記憶に残って今でも今度はね 快感として残り続けるんじゃないかなと思うんですよ辛いようで楽しかったそんな日々っていうのは確かに私たちの中にあるんじゃないかなと思いますで今度逆にですね行動しなかったらそれは資産になるのかってことですけども私はねこれはねやらなかった負債という言葉になるんじゃないかなと思うんですよやらなかった経験を積み重ねると自分はいつもやってないだから次もできないだろうという先入観に縛られて 結局新しい挑戦をしないことも平気になっちゃうんですよ。で何かをやろうとしてもねなかなか今まで行動しなかった自分が足を引っ張って、うん、次の扉は開けないみたいなねつまりはやらなかった夫妻これが多くの人の心を苦しめているんじゃないかなと思うんですよ。でこの苦しみってのは何にも向かわないただ苦しいだけの苦しみなんですよ。苦しみが利息をつけてさらに苦しくなって さらに次の行動をできなくしてそれが積もり積もってですね40代50代60代結局何もやってこなかったという絶望感から先も見えなくなってくるつまり自分を信じれなくなくるんですよ自分はこれだけのことをやってきたこんな困難を突破してきたじゃないかそういう自分なら信用して3000万なら跳ねのけられるよと3年で1億なら稼げるよ俺はそのぐらいできるよっていうふうな行動資産になるんですけども やらなかったできなかった人生を続けていくとそれは負債になってどうせ次もダメだろうダメなんだったらやるだけもったいないからやらないでおこう次のきっかけは待とう宝くじ当たらないかな誰かが引き上げてくれないかな、ね、弱者救済はないのか国は助けてくれないのか年金2,000万誰が持ってんだよみたいなねそんな沼に入ってしまうんじゃないかなと思うんですよやらなかった負債これはかなりね根深いと思いますね だから今日からでもやらなかった自分を忘れてやってもらいたいなと思いますよね。いっ,、ね、ってらっしゃい。